ナボーナ広場のオベリスクオベリスクは古代エジプト期に制作され、神殿などに建てられた記念碑の一種。近代及び現代においてはエジプトによらず、欧米の主要都市の中央広場などにも建設され、その地域を象徴する記念碑である。その意味でメンヒルに類似するオベリスクの名称は、後世のギリシャ人がアブリスコスと呼んだのが起源で、当時のエジプトではテケンと呼ばれていた。 なお、日本語では、方、トカ柱,柱と呼ばれることもある。ほとんどは四角形の断面を持ち、髪型に向かって徐々に狭まった、高く長い直立の石柱である。大きいものではその重量が数百トンにも及ぶ。先端部はピラミッド状の四角錐になっており、創建当時は、ここが鐘や銅の薄板で装飾され、太陽神のシンボルとして、光を反射して、 輝くようにされていたとされる。また、その影を利用して人形としての役割も果たした。古代オベリスクの起源は、太陽信仰のヘリオポリスの弁々を模式化したものと考えられている。側面には、王のナヤ神への参事がヒエログリフで刻まれ、太陽神と共に王の脅しを示す象徴とされた。後の時代に、ローマ帝国がエジプトに信仰すると、オベリスクは、戦利品として、 頻繁に略奪された。4世紀に首都となった、コンスタンティノポリスの競馬場にも略奪したオベリスクが運ばれ、現在のイスタンブールにも残っている。以降の時代も欧州諸国からの略奪は続き、それらの国の公園や広場の装飾品に用いられた。フランスのコンコルド広場や、バチカンのサンピエトロ広場にあるオベリスクはよく知られている。そのため、 現代エジプト国内に残されたオベリスクは、カルナック神殿やルクソール神殿などにわずかに残るのみとなった。エジプトのオベリスクはその多くが花崗岩で製作されて、いたが20世紀以降に南米で製作されたオベリスクの中には、鉄筋コンクリート製のものもある。現在、世界に現存する古代オベリスクは30本であり、うち13本がローマに、7本がエジプトにある。 近代や現代に建設されたオベリスクは、世界各地に無数に存在する。ゾウが、ダイザオベリスコデーラミネルはジャンロレンツォベルニーに、サクローマ、ローマのオベリスクも参照フィレンツェカターニアウルビーの、ヘリオポリスカイロカルナックルクソウルパリルクソウル、オベリスク、アルルロンドンウィンボーニューヨークイスタンブールカイザリア、ルクソウルミ完成のオベリスクステルで、ありがとうございます。